津大門シネマは、かつて、三重県津市大門32-3にあった、映画館。2001年4月9日に閉館した、津東方劇場の建物や設備を用いて、2004年3月20日に、津大門シネマが開館した。140席の1スクリーンを有しており、主に、ミニシアター系の作品を上映した。5年後の2009年7月20日に閉館した。運営は、 会員数約1200人の津シネマフレンズであり、津シネマフレンズ代表の谷口義吉が支配人を務めた。会館に先立ってスクリーンの張り替えや映写機の取り替えなどを行っているが、暖色系の内装は津シネマフレンズの会員が手掛けた。津東方劇場の支配人だった小林賢治は津大門シネマの会館にあたって改装費の500から600万円を負担しており、 谷口も改装費の一部を負担している。公式ウェブサイトの管理も、ツシネマフレンズの会員が行っていた。駐車場料金の無料化、女性用の膝掛けの貸し出しサービスなどを行って、固定客を掴んでいた。1週間に2本の作品を交互に1日5回上映していた。作品は2週間ごとに入れ替えていたため、1年間に約50作品を上映していた。 料金は一般1600円、高大生1300円、中学生以下1000円、60歳以上1100円。毎月1日は1000円であり、水曜日はレディースデーで女性のみ1000円だった。入場料は1人平均1200円であり、1ヶ月で約175万円の収入がある。一ヶ月の収入の半分はフィルム代に消え、残りの半分で、 家賃、高熱費、従業員の人件費を賄っていたが、支配人の谷口自身は無給で働いていた。スクリーンと客席は昔ながらのスクリーンカーテンで区切られ、休憩中にはクラシック音楽が流れた。上映開始を告げるブザーはなく、スクリーンカーテンがサラサラと開いて上映が始まった。津大門シネマでは主にミニシアター系の作品を上映していた。 津大門シネマが開館するまでは、津市近辺の映画館で、ミニシアター系の作品が上映されることは少なく、わざわざ、津市から愛知県名古屋市の映画館に通う人もいた。方が、ヨーロッパ映画、アジア映画、南アメリカ映画など様々な国の作品が上映された。客の9割は30代から70代が、中心の女性であり、朝一番の上映には特に主婦が多い。 午前中に映画を鑑賞した後、大門大通り商店街で昼ご飯を食べて、買い物を楽しむ観客が多かった。学生などの若者は少なく、観客の年齢層が高いため、中高年が主人公の作品を上映することも多い。入館者数は土日で80から100人ほどだった。谷口は、つで当たるのは、原作のしっかりした文芸映画やクラシックなどの音楽映画。 津市ではなぜか人気映画が当たらない。でも他で当たらない、音楽映画などが人気になるんですよ。津市で受けるのは、文芸作品や難病物などと語る。津市大門にある津観音1898年に、津市大門の津観音境内に開館した芝居小屋の曙けぼの座は、大正時代に芝居小屋から映画館に改装した。太平洋戦争後の1950年頃には、 明けぼの座が西300メートルの地点に移転し、跡地の建物は第一劇場に改称された。第一劇場は1957年に津刊の中店通りの現在地に移転した。1958年には第一劇場が津東方劇場に改称し、1966年には小林賢治が先代の後を継いで支配人となった。三重県の県庁所在地である。 津市の中心部には、最盛期に10巻の映画館があったが、家庭へのテレビの普及などもあって閉館が相次ぎ、1989年の三重県の従来型映画館は21巻にまで減少していた。2000年12月15日に7スクリーンを有するワーナー・マイ・カルシネマズシンが開館すると、2001年4月9日には、津東方劇場が45年の歴史に幕を閉じて、 閉館した。二千一年一月二十一日には、近鉄名古屋線津新町駅近くの津原座も、同年十二月には津新町駅前の津東映シネマも閉館している。津東方劇場の閉館によって繁華街の大門から映画館がなくなった。津東方劇場閉館の要因となった、ワーナー・マイカル・シネマズ千九百三十一年三月三日に津市に生まれた谷口吉吉は、 三重県立農林学校卒業後に、中日会館の中日映画劇場に入り、20代で企画部長に抜擢されるなどした後、中日会館の役員も務めた。谷口はまだ会社員だった1984年に、自主上映グループのツシネマフレンズを設立し、年間7から8回は、短間系作品を上映した。600席のツリージョンプラザお城ホールなどを会場とし、 満席近くの観客を集めたこともある。1989年の三重県には21館の従来型映画館があったが、1995年に三重県発のシネマコンプレックスが桑名市に開館してから従来型映画館は閉館が相次いだ。2000年に7スクリーンを有するワーナー・マイカル・シネマ図新が開館すると、津・シネマ・フレンズの会員数は目に見えて減少し、 2001年には解散の危機にも陥った。谷口は同年夏の上映会を最後の上映会と覚悟していたが、上映日だけは遠くに嫁いだ妹に母を預けてきている。この映画界だけが慰めだった、津の文化がなくなるという会員たちの言葉に刺激を受けて継続を決意した。文化庁が名画のフィルムを民間や公的機関に貸し出す事業を活用し、 2003年9月20日から9月23日には、津東法劇場跡地で、第1回津市民名作映画フェスティバルが開催され、黒沢明監督作品や牧野正宏監督作品などが上映された。この事業は、行政が主導して活用することが多く、民間主体は珍しいという。津東法劇場元支配人の小林やつ、シネマフレンズ代表の谷口などが、 実行委員を務めている。このイベントでの観客の反応が上々だったことから、谷口は常設映画館の再開を検討し始めた。津大門シネマの開館直前の2004年3月、谷口は健康診断で前立腺がんと診断されて余命5年と宣告された。しかし開館後には投薬治療を続けながら支配人の仕事をこなし、 朝9時半から夜21時過ぎまで映画館に立った。津で私は育ち、生きてきた。映画で津に恩返しをしたい。それが生きがいですから。津大門シネマの開館を決めた、谷口義吉大門大通商店街、津大門シネマの入り口津東宝劇場の閉館から約3年が経った2004年3月20日、谷口を支配人として津大門シネマが開館した。 大門地区の人々から大門を映画館の名前につけてほしいとの要望を受けたことから、津東方劇場時代にはなかった大門が官名に入っている。3月20日から4月2日までの上映作品は中国映画、再建また会う日までとスペインのペドロ・アルモドバル監督作、トークトゥ・ハー。なお前日の3月19日には中国映画の特別試写会を行い、 約70人が集まっている。4月3日以後には、フリーダ・ガーロの人生を描いた、フリーダ・サダ・マサシの自伝的作品、精霊流し、フランスのフランスはオーゾン監督作、8人の女たち、などを上映した。2004年3月20日の開館からの半年間で、最も観客数が多かったのは、イ・ビョンホン主演の韓国映画、純愛中毒であり、観客動員数は、 作品の約3倍だったこの作品を鑑賞するために大阪市や名古屋市からも女性客が訪れたという。三重県名張市でロケが行われた赤目48滝新珠未遂は159分という上映時間の長さから他館が上映を敬遠したが津大門シネマでは開館者年度の2004年度に3週間の上映期間2800人を動員する大ヒットと なった。島田洋七原作の佐賀のがバイバーちゃんも人気だった。ドイツの社会派、ドキュメンタリー、命の食べ方などもヒットとなった。2004年10月5日から10月8日、津大門シネマで第2回市民名作映画フェスティバルが開催され、今井忠監督、青い山脈と、また会う日まで市川根監督、のびと、盆地を上映した。 経済産業省の調査によると2006年時点では個人経営の映画館は津大門シネマを含めて全国に61館のみだった。フィルム上映は上映時期が大都市の映画館から遅れるなどの制約があることから2009年3月には約150万円を投じてブルーレイディスク映写機を購入した。2009年時点で40年近いフィルム映写機で 上映する作品もあれば、ブルーレイディスク映写機で上映する作品もあり、上映作品の幅が広がった。2009年春には、観客数が以前と比べて3割ほど減少した。観客数の低迷に加えて、3D 映画の上映設備等の購入が困難だったことや、支配人である谷口の体調悪化などもあり、6月中旬には閉館を決定。 閉館直前の7月18日の観客数はわずか30人であり、最終回は観客がいなかったため上映を取りやめている。2009年7月20日の上映を最後として、津大門シネマは5年4ヶ月の歴史に幕を閉じた。7月20日の最終上映作品は松坂慶子と岸別徳主演の大阪ハムレットであり、閉館を見届けた40人の観客からは、 上映終了後に拍手が起こった。閉館後持つダイモンシネマの建物はそのまま残されている。スクリーンや赤色の座席140席もそのままであり、年に1から2回の頻度で、敬老会などの行事に使用されてきた。津市大門商店街商業共同組合が主催する津の昭和展、あの頃のダイモンの一環で、2014年11月1日2日には、 津大門シネマで名画の上映会が開催され、山田洋二監督の男はつらいよ虎二郎愛合い傘と小津安二郎監督の悲願下が上映された。このほか、2015年から開催されている2のど真ん中ジャズフェスティバルの会場として使用されている。ありがとうございます。